僕のアニメーションの歴史は具体的には大学を卒業して東映動画スタジオに就職したことが始まりですよね。でもその前からですね、アニメーションの影響、子どもの頃から自分に対する影響というものを考えると、もっと、幼稚園っていうんですか、幼い頃から少しずつ見ていたアニメーションがいつの間にか心の中、あるいは体の中に入ってきて、それが溜まって蓄積されて、だんだんアニメーションの魅力に引き込まれていったわけですよね。ですからそれも含めるともっと長い、期間があるわけです。最初のスタート、具体的なスタートっていうのは、白蛇伝っていうのを大学の時に見てしまったわけです。でそれまでは小さい頃からディズニーのアニメーションが好きでしたから、ああいうものが日本で作れるといいなと思ってたんですけれども、日本でディズニーに負けないようなね、映画が作れそうな予感がしました。東映動画っていう会社はその若い会社でですね、そのたくさんの人間を採用しましたから、若者では溢れていたんです、男も女も。その労働組合を作ってですね、その団結してその会社に当たるというのは、その何もその労働条件とか、そういうその自分たち その生活改善とか、そういうことだけじゃなくて、やっぱり作り手ですから、私たちはそのどういう作品を作るべきかということについてですね、その、意見を持っていて、でそれをそのやっぱり反映させたいというね、そのことがあったわけなんですよ。その決していわゆる普通の意味での労働組合よりもっとその全体のこと、その自分たちの関心になることってのは、だからその中には当然どういう作品を作ろうかとか、どういうふうに 人々に訴えかけていくべきかっていう、その要するに作品を通じてですね、そういうことに強い関心を持っていたわけです。東映動画っていうのはね、ちゃんとそれなりの教育をしてくれる場所だったんですよね。それはどういうことかというと、学校の勉強のように教えられるものではありません。実際の仕事を通して、それもちゃんと順番がありまして、入りたての人は入りたてなりのね、仕事の仕方がありました。まずベテランは原画というポイントの絵を作ってくれますよね、動きので。僕たちは入りたての人はそのポイントの間を埋めていく、そんな仕事、そういうことでベテランがちゃんと作ってくれた動きを正しく動かすっていう勉強をさせられるわけですよね。多分東映動画でもそのシステムっていうのは、ディズニーアニメーションが持っているシステムをかなり真似したり、あるいはそれを受け取ったりしていることだと思うんです。でも東映動画、特に日本のアニメーション界では、それをそのまんま受け入れるってことはしませんでした。いいところだけ、日本人に合った日本のスタイルに合ったものに少しずつ変形しながら、でもいい形は残していく、そんな方法を取っていったわけです。